はようございます。朝ごはんを、時間を操りながら朝ごはんを作っていこうかなと。時の流れがあなたの動きと連動します。あなたが体を動かすと時間が正常的な速さで進みます。体の動きを止めると時間の流れが遅くなります。この機能をうまく利用してスコアを上げ、周囲のオブジェクトを操作しましょう。遅くなる。遅くなるんだ。時々赤い男たちがバルコニーに乱入してきます。そんなしれっと書いていいフレーズじゃないけどね。赤い男たちがバルコニーに乱入してきますって。通報すべきなんだろうけど。でも、電話使えないからな。彼らはアイテムを投げてくるのでうまく避けましょう。避けきれなかったらぶつかるためにタイムペナルティが課されてしまいます。ああ、そういう感じになったんだ。ああ、投げられてる投げられてる。こういうのを、こうやって、避けられると。フライヤーバスケット。え？あ、追っ手だ。新たな追っ手が来た。こいつら倒せないのかな？オーブン皿に入れて。壊れた。え、壊された。危な。オーブン皿がなかったら死んでた。まずい。これもうどうしようもない。拾える。滞空時間の間に拾えた。今角度変わんなかった。長弾を使ったよね、あいつ。まずい。まあそうなるわな。いいんじゃない？来た。え？これ何？塩の色じゃないけどな。邪魔だな、ティーボーンステーキ。ぶつからない。そっちが消えるんだ。今のって。あ、そこも消えるんだ、今の。いいよ。これ両面焼けてるのかな？これ両面焼きのグリル？片面焼きのグリル？どっち？あれ、なんか消えたんだけど。え、砕けた？嘘？見てなかった。まあ、全部飛んでったわ。何もかもめちゃくちゃだ。あいつらを殺して俺も死ぬしかない。